ワクチン接種率全国トップ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。9月6日月曜日。はい、今日ですね、すごい、サプライズですね。サプライズニュースが、飛び込んでまいりました。前田市長の方からですね、発表がありまして、明日9月7日火曜日からね、12歳以上の方すべてを対象者としてワクチン接種予約の受付を開始しますということで、下関ね、とうとう12歳以上のね、すべての年齢の方に、希望者ね、ワクチン予約ができるようになりましたということで、前田市長の方からね、発表がありましたので、ちょっとね、読んでいきたいと思います。これまで優先接種の対象となっていなかった方々には大変お待たせいたしました。山口県立、武道館での集団接種会場においては、ファイザー社製ワクチンとモデルナ社製ワクチンの両方のワクチンを使用して接種を進めます。ファイザー社製ワクチンは5700人分の予約枠を設定し、モデルナ社製ワクチンは1万人分の予約枠を設定し、合計1万5700人分の予約を受け付けます。開業メッセでの大規模集団接種会場においては、モデルナ社製ワクチンを使用し、第4週に480人の予約枠が設定されておりますと。これら個別接種と集団接種により2万9580人分の予約枠を確保しています。9月12日の妊婦の日は接種対象を全ての方としたことから、配偶者や家族等も含めた接種が可能な追加枠を設けています。また職域接種についてですが、この度下関市の事業者が申請していたものが、全て承認され、2万1950人分のワクチンが、確保されることとなりました。この職域接種については、山口フィナンシャルグループ様と下関市建築協同組合様からの地域貢献枠として市民が接種できる枠の提供があり、先週から予約の受付を市で行っています。次に16歳未満の方の接種における、保護者の同意についてです。16歳未満の方の接種の際には原則保護者の同伴が必要です。ただし中学生以上の方で、個別医療機関が認めた場合において保護者の同意が確認できれば同伴を要しないことができます。集団接種会場で16歳未満の方が接種する場合は保護者の同伴がないと接種できませんのでご注意ください。最後に、現時点での本市の接種率等についてです。65歳以上の高齢者の方は 85% 以上の方が2回目の接種を終えており、市と職域接種の合計約5万人の枠と個別医療機関の予約分等を合わせると、12歳以上の方の8割が10月末までに接種できる体制となりました。長い文章になりましたが、今日はとても大切な内容ですのでご理解よろしくお願いいたしますということで、すごいねサプライズニュースで、まあ言ってみたらね、もう希望すればワクチンね、打てますよという体制になりましたということ でさらにですね、びっくりしたのが、山口県の方ですね。びっくりしました。なんとね、山口県のワクチン接種率が全国ねトップとなったみたいで、ちょっとねこちらのニュースも読んでまいりたいと思います。山口県は6日新型コロナウイルスの5日時点のワクチン接種率について、1回目が 70.87%、 2回目が 60.27% に達したと発表した。いずれの割合も都道府県別で全国トップ。県は10月末までに希望する全ての県民への接種を終える方針だということで、10月末までにね、希望すればワクチンがねみんな打てますよということらしいので、びっくりしましたね。山口県がね、全国トップなんですね。はい、各有ね、私も、今週末ね、土曜日に、最初日曜日やったんですけどね、ちょっと日程変更のご連絡いただきまして、11日のねお昼から、ワクチンをね打って、職域の方でですね、ワクチンを打たせていただけることになりましたので、今回ねモデルナを打つことになりました。はい、というわけでね、なるべくね副反応が出ないように、アメリカ人のね体型に近づけようとね、もう体がね、
防衛本能が働いてですね、まあ、しばらくね体重乗ってなかったんですけれどもね、はい、アメリカ人のね体型に近づけようとね体が、頑張ったんでしょうね。久しぶりの大台突破になりましたと。はい、はい、というわけでね、まあ、ちょっとまあ、みんなねワクチンを打たれた方、特にねモデルナを打たれた方のね話を聞いてると、まあ、なかなかね、まあ、1回目はそうでもないですけど2回目がね仕事にならないということなので、まあ、できればね休みたくないんですけれどもね、まあ、体がね動けばいいんですけどね、体が動けないね状態までなるとね、困るなと思うんですけれどもね、まあ、とりあえずね1回目今週末に打ちますのでね、まあ、その結果待ちかなという感じです。はい、というわけでね、下関、まあ、山口県ね、まあ、全国トップ、接種率全国トップということでね、本当に、まあ、東京の方とかがね打てない状況とか、まあ、この間も東京に住んでるね同級生の方からもうね打てるんであれば早く打っとかないと打てない状況になるよというねアドバイスをいただいてたんですけれども、まあね幸いなことに山口県は、まあ、希望者であれば打てるね環境になりましたのでね、本当にありがたいことだなと思いますということで、はい、というわけでね今日も、お弁当の方ね売ってまいりましたけれども、今日はですね、焼き鳥の方もね焼いて、トータルで、22個ね、作りましたけれども、完売できましたということで、気温の方はですねだいぶほど涼しくなってきてですね、こんな感じでした。やっぱね30度あって、なおかつ湿度の方がねちょっと、低めになってきたので、風がね吹くとですねもう、心地よい感じでですね、まあ気持ちよくね、お弁当販売できましたよということで、まあ、昼ね完売できまして、夜の方がですね、今日は、時短営業ね8日目8日目ですけれども、今日もですね、常連さんがトリマンカウンターをね死守してくださりで、テイクアウトの方も1件いただきまして、今日がですねご来店人数が6名様ねご来店くださいましたというわけで、15年ね、創業以来15年続く、坊主なし記録ね、今日も無事防衛できましたということで、まあ、今日からね時短営業、後半戦にね突入しまして、12日の日曜までね一応設定されておりますけれども、どうかなという感じですね。で今日の山口県の、陽性者、感染者数が22人で下関が7人ということなので、まあ、月曜日ということでね、まあ、少なめっていうのもあるんですけれども、まあ、それでもね、まあ、落ち込んで、まあ、だいぶ少なくなっているので、今週末ねどうかなという感じですよね。でいつ、まあそのね12日に発表するわけじゃないでしょうから、もうちょっと手前の方でね発表があると思うんですけれども、できればね、延長なしでね、まあ、ゴールポストをね動かさずに、今週のね、12日で時短解除となってほしいなと思うんですけれどもね、まあ、基本的に山口県の方はマンボウもね緊急事態宣言も、ないね認定されておりませんので、まあ、県独自の、まあ措置で今時短営業となっておりますので、まあ早めにね解除してほしいなというのがまあ本音ですね。はいはい、というわけでね、サプライズニュースでね、下関も12歳以上ね、全市民が、ワクチンね希望すれば打てるようになりましたので、まあますますね、まあ市民にね、安心感が広がるんではないかなと思いますということでね、まあ、ちょっと希望がね見えてまいりましたのでね、まあ、飲食店経営者としてはね本当にありがたいなと思う次第でございます、ね、前田市長および、まあ、ワクチン関係のね、方に、感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、というわけで、本当にね久しぶりのサプライズというかね明るいニュースでしたね。はい、はい、というわけでね、時短営業も後半戦にね突入しましたので、まあ
坊主なし記録ね、防衛していきたいと思いますので、ご予約の方もね、引き続きお待ちしております。0832321619までお願いいたします。でチャンネル登録の方ね、1人増えておりまして、255人となりまして、過去最高をね記録しましたのでね、テンション爆上がりとなりましたのでね、本当、チャンネル登録してくださった方ありがとうございました。で引き続きねチャンネル登録の方もお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。